地図日本当地時代のロタ島ソンソンはアメリカ北マリアナ諸島のロタ島で2番目に大きい村である。2000年現在村の人口は593人。ソンソンは細長い半島の南の海岸沿いに位置する。村で一番目立つ目印はティヌバル山で、この山はレイヤーウェディングケーキに似てるのでウェディングケーキ山としても知られている。ソンソンを含む ロタ島は第一次世界大戦のベルサイユ条約の講和の結果、南洋諸島として大日本帝国領となった。村には、政党業の会社、南洋共発の跡地がある。北マリアナ諸島自治連邦区公立学校制度、ロタ省、中、高一貫校が、孫孫にあったが、2002年2月、ロタ小学校は、シナパロに校舎を移した。 北マリアナ諸当時治連邦区立図書館の一つであるアントニオシーアタリング記念ロタ公共図書館がソンソンにある。今の図書館はおよそ2002年に落成したが、実際には2012年2月26日にひっそりと開放された。この図書館はロタ島の島町アントニオシーアタリングにちなんで名付けられ、その名称は1981年に採用された。ありがとうございます。